いつまでたっても何十年先もずっと綺麗でいたいの夜空一面に輝く星のように Oh, beautiful, beautiful. こんばんは。5月14日、月曜日。時刻は8時半を回りました。世界に発信 c ウェブ e 第2週月曜日、ラビューティーチャンネル MC は、ビューティーフードインストラクターの志保がお送りいたします。この番組では、皆様からのメッセージを受け付けております。千住アットマーク、c ブドット j p までメールしてください。 えー、アプリフレッシュでコメント欄があります。アプリフレッシュインストールをしていただいて、シーウェーブと検索して生放送をご覧ください。さて、この番組では、いい女は強く美しくセクシーに、ラビューティーチャンネルの番組となっております。えー、ビューティーパワーウーマンをキャッチフレーズにしていまして、ラビューティーが送るラビューティーチャンネルビューティーパワーウーマンのお時間です。女性に生まれたからには、いつまでも美しく強くセクシーでいたい。 そんな思いを皆さん持ってらっしゃると思います。女性の美しさは内面の美、外見の美からできていて、その人の生き方とかライフスタイル、考え方、そんな哲学をお聞きし、見るたんびに女性力、女性力がアップしていく番組となっております。えー 毎回いろんなゲストや企画、トークにビューティーのポイント、活動の内容やお仕事を教えていただいたり、発見やレポをし、ビューティーの情報を発信したいと思います。放送を重ねるごとに綺麗になれる番組にしていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。ちなみに番組の後はアフタートークで乾杯、場所を移して行いますので、ビューティーな女性やビューティーな女性が好きな男性もぜひお気軽にご参加ください。では、早速本日参りましょう。 えー、ラビューティーチャンネルビューティーパワーウーマン。本日も身も心も美しい女性ゲストに来ていただきました。ヘアメイクアップアーティストのアーコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますちょっとね、マイクがね、突っ張ってんだよね。っす, <laughs> すっごいマイカがみんなってた大丈夫大丈夫。丈夫ね、はい。こっち入ってる こんにちは。こんにちは。こんばんは <laughs> 1> <laughs> あ。1年ぶりです、あこさん。はい、あり,いありがとうございました。さっきちょっと口ずさんでいただきましたけど、こちらの歌、あこさんご本人からご紹介していただいてもいいですかそうなんです。私の10年前ぐらいの歌になったんですけど、ちょっとぶっちゃけ恥ずかしいですけど、はい、<laughs> まあ、しほちゃんがね、あの、この番組に会うからぜひ使わせてって言っていただいて、はい、あのー、もうこれで良ければっていう感じで。これね、 フレーズがぴったりなんだよね、うん、いつまで経っても綺麗でいたいみたいな、うん、ラビューティーチャンネルにぴったりのフレーズなので<う>まあ使わせてもらってるんですけど実はあの今日シンガーさんっていうよりも、うん、ヘアメイクアップアーティストのアーコさんとして来ていただいておりますはいそれでは本日もよろしくお願いします <laughs>、はい、よろしくお願いしますはいではですね次のお写真ちょっとお出しいただきましてアーコさんのプロ風に入りたいと思います じゃあちょっと私の方で読み上げますねヘアメイクアープアーティストアーコ岡山県出身大阪の美容専門学校に行くその後東京で美容師あるきっかけから音楽同時にヘアメイク業も始め23歳頃からフリーで活動現在はヘアメイクレインボーと展開しヘアメイクアープアーティスト美容師ボディジュエリストなどたまに音楽 普通の美容師だけで終わりたくないという思いから自分の可能性を知りたくオーディションをきっかけに音楽も同時進行。美容業は個人のお客様、撮影、映画、キャバ嬢、ホスト、ブライダル、芸能、VK、ライブ、PV、成人式、卒業式、出張ヘアメイク、ヘアメイク事務所など、モデルさんの最大の美を引き出し、一日中崩れないヘアセットに力を入れている。 音楽はシンガーアーコとして2006年2009年オリジナル曲コンピ CD 参加。他 CM コーラスカラオケ配信など2016年ジェムストーンミニアルバムコーラス参加。ヘアメイク美容師スタイルはなかなか珍しいのでさらに今後も追求していきたいということです。ではお写真の方を上げていただきまして今日のキーワードは活動、バランス、 変化ということで本日お聞きします。じゃああこさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで素晴らしい活動されてますね。はい。なんか書くといっぱいありますね。これ主にちょっとお客様が特殊ですよね。ヘアメイクさんの方のそうですか。ホストキャバ嬢とか。ああ、そうですね。ホストは今はたまにたまにたまにお願いされたら夜の女の方が多いんですかね。お姉さんが。 えそれは夜だけですね。お昼とか午前中は撮影の方とかもう一般の方ばっかりです。えそうなんですね。この V 系っていうのはちなみに多分わからない方もいらっしゃるので、はいビジュアル系はいビジュアル系 V 系ですね。ビジュアル系バンドも今はねあの私派遣もしてもらってるんでさせてさせてもらってる。 させてもらってる、えー、と行ってもらってるんですようちから <laughs> あの<あ> VK に関しては <laughs> VK 得意なヘアメクさんが、えー、うちのメンバーにいるので、えー、そ,うそこからちょっと現場に行ってもらってって感じでちょっと私は今あまり入ってないんですけどこのレインボーさんっていうのは、うん、この前回そういうお名前ついてらっしゃいましたっけ おそらくついてなかったかなあ<ー>。うそうかも。そうですね。ちょっと前髪気になる。あ、すみません。<laughs> ごめんね。病病かなあ、こっちが違う。こっちだから。こっちだから。<laughs> ちょっとなんか。こっちだから。なんか無理してんだけど。<laughs> こっちだから。<laughs> 本当？はい。あのー、ごめんなさい。レインボーのこと <laughs> <laughs> レインボー。<laughs> はい。<laughs> あ、今年。あ、前回からはい変わりました。はい 活動名活動名ですね活動名になるんですね。わ、はい、かりました、じゃあ、せっかく活動についてお聞きしたいと思いますので、でまずキーワードの活動からですね、うん、1>, 1枚目の写真、お願いいたします。うん、あ早速、あおこさんの活動風景が映ってますけれども、はい、こちらはヘアメイク中かなこれも、まあ、前回から変わったことの一つなんですけど、はい、えっと、えー。 カメラマンさん、はい、があのプロフィールの写真とかを頼まれるじゃないですかそのヘアメイクをちょっとしてあげるだけで、うん、プロフィール写真がすごく綺麗になるっていうために出会いがありまして、はい、えといつも。 振ってくださるというか、一緒にお仕事今させていただいてて、今それやってますね、これは。これは、じゃあ、潜在写真とか潜在写真とか、とかあ、潜在写真とかの前のメイクですかね。そうですね,ね。最近そういうのが多かったですね、はい、ここ一年は。へぇ、えー、それとかテレビ番組とか、芸能系がちょっと結構来てて。あそうなんですか。誰とはちょっと言えないんですけど、某、 〇〇みたいな小説家の方も、ねえー、小説家それは直接お願いされたりとか PV も多かったかな PV, PV ってプロモーションビデオだってますそアーティストがそれも何組かあったりとか、えーね、あとプロダクションからのお,あのお話が来たりとか、えー、あとまあ花嫁さん ブライダルやりに行ったりとかちょっと多かったですね、この1年、振り返るとなんか私、フェイスブック以前拝見したときに、ブライダルだったのかな、成人式だったのかな、1日に何十人とかこなしてませんでしたあれは、何十人こなすのもね、卒業式卒業式かな、でもあれは多分、朝の2時間なんですよ、早朝の。はい でもその後も一日ってあるじゃないですか帰ったらまた別のお客さんじゃないですかそれは卒業式のお客さん帰ったらまた別のお客さん入ってればですけど夜は夜で夜の子たちを何人もやるわけじゃないですかそういう感じですね全部じゃないですよ毎日全部じゃないですけどそうそう卒業式はね すごいですね全国のヘアメイクさんとキツケさん走ってましたよねあの頃まあそうですよね一番多忙な日なんですかね、うん、やっぱり時期ですね三月はええ<ー>ちなみにあのブライダルではなんかあこさんご本人が歌いながらセットして歌いながらセットしてみたいなやってました、ね、ああやってたやってた <laughs> なんかご本人あのやっぱ歌われるのでやっぱ余興だったんですかそう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 、はい、余興を頼まれつつ,つ,つうん えっと、花嫁さんやって、その前に列席の方を何名やって。すごいですよね <laughs>。食べたいけど、お歌ですってマイク持ってこられるみたいな <laughs> すごいですね。うん、そちらはお友達とかの、だったんですかお友達かな。歌が入ってるのは友達ですね。はい そうなんですね。もうなんかいつもすごく忙しくされてるんですよ。<laughs> それでも二十代の頃ですけどね。ああそうなんですね。あの結婚式に呼ばれることがだな、うん、減りませんあ。まあまあまああんまりこう年齢のこととかはほら多分あ、写真 <laughs> いや私はいいんですけど <laughs> よくねあの自らなんかボケつぼっちゃった感じですけど大丈夫ですか。<れ> <laughs> このまま何歳ですか <laughs> <夫>と聞いちゃう流れになっちゃうからね。ちょっとあのねするしようかなっていうところですね。は <laughs> い <laughs> じゃ次のお写真ちょっとお願いします。 これね。はねアプリなんですよヘアっていうアプリああ多分メールとかもあると思うんですけどい無料アプリで皆さん撮れるんですね。うんはい、でいろんな美容師さんとかヘアメイクさんはあまりいないのかな、はい、美容師さんかなうん、うん、がいろんなモデルさんをアップしてるんだけどうん、うん、その中からテーマにあったものが、まあ、取り上げられて。 やた時のつですねなんか実は私これチェックしてるんですけどこのアプリにしょっちゅう取り上げられてますよね。なんかね気づいたら気づかなかったんだけどなんか多分ファンがついてらっしゃるんでしょうねこれでも部屋のアプリの会社の人じゃないか会社さんが上げてるああなるほどすごいですね。 たくさんの美容師さんの中からこのスタイルを多分上げてくださってると思うんだけど、でもこれね多分他の人はちゃんとモデルさんを使って撮影用にえっとヘアメイクして撮影してこう載せてる人多分多いんですけど、私結構使い方ちょっとあって,しゃべていい、使い方？これあの普段のお客さんを私載せてんですわざと、はいはいあのセットの人とかカットカラーとかもやってるんで、そういうお客さん。 を写真撮って載せといてあげたらもし選ばれたら嬉しくない乗ったらその子たちが喜ぶんだったらなかなか乗る機会ないじゃないですか一般人ってそうなるほどねだからなんかみんながまんべんなくじゃないけどみんながなんか嬉しかったらいいかなと思っうねスタイルも見ていいなと思う人がいてくれたらダブルでよくないですか じゃあ、あえてモデルさんを使わずに、あえてお客様ご本人を乗せてらっしゃるってことですね。ああ、嬉しいかもしれない。私も自分の部屋乗せてくれたら、嬉しいな。ね、で、選ばれたら、乗ったよみたいな、まあ、なりますよね。本人に送るんですよ。こう、発信とかね、S. N. S. とかでも、ちょっとテンション上がりますもんね。でしょう。ええ、僕ら結婚式のセットで、そうやってあげた方なんですけど。 えーすごいですね乗ったよって結構なんか以前ねあの去年見せていただきましたけどなんかちょっと変わったヘアいっぱいありましたよね蝶々とかリボンとかねリボンかなリボンかなうんうんうんあれからこの一年で結構流行ったのがなんかねハートあ持ってきてないハートハートを作るんですよ2個とか何とかあそに下げてもらって大丈夫ですごめんなさいリボンを編み込んでいたりとかも結構流行ってて なんか去年私実演やってもらったんですけど、どうん、わかめわかめ巻きし、ね、<laughs> わかめ巻きわか巻きっていう巻きを今日あ前回ですねやっていただいてあれはね定着してうん、うん、まあ好きな子は好きなんだけどはい、はい、もあまり、うん、東京では <laughs> そうなんだじゃあ今年の流行りもやっぱあるわけでねあんまりわかめっていう人がうんいなくなったかも今年の流行り今年の流行り何巻きなんだろう。 なんだろうでもリボンは継続されて人気な感じがしますけどリボンん。人による人によるまあ好きな人は好きでしょうねでもワカメも好きな子は好きワカメって言るとね想像が難しいですけどねなんかこういうねコテでこう打ち外打ち外ってやる巻き方があるんですよそういうの流行ってるかも美容師さんで。 美容室でよくやる感じの巻き方が好きな子も増えてるっていう感じですかね<ー>嫌いな子は嫌いですけどあおこさんは日頃どのんだろうセットが得意、うん、得意,、うん、得意なんかあのー、去年はね多分水商売のお姉さんのセットが得意ですっていうことだったと思うんですけどああ<ー>、うん、今はなんか今も得意 <laughs> まあ今も得意なのかないと思います変わんないですね特に。 お昼の子もやりますしカチッとした感じも好きですけどね和装みたいな和装アップしてましたよねお着物の結婚式とかはね結構多いですねお母様たち列席の方たちとかうんんかいろんな活動をやられてると思うんですけどまあ ね、ヘアメイクってことでメイクもされるんですかねあメイクもします<あ>それこそ、はい、あのさっきのプロフィール写真とかだと、はい、男性がメイクあのヘアメイクっていらないと思うじゃないですかこの前ちょうどテレビでもやってたんだけど、えー、男性がプロフィール写真を撮りに行く時き、うん、そのまま行くのと、うん、そこのヘアメイクさんがちょちょっと、まあ、メイクって目描いたりはしないですよ <laughs> 肌をきれいに見せたりとかやったことであと髪もちょっとやってうん、うん、こんなに変わったみたいなのやってましたけどそういう。 のもありですよね。男性もそういう写真撮るときにそのヘアメイクは今常識なんですか？常識です。あ、そう,はい、そうなんだ。そうなんだ、そうなんだ、えー。そういうもんなんですね。えーま、芸能系の人はねやってますけどね。髪も？髪も？髪 巻くっってていうかかか癖癖ををつつけけるる感じかな、うんうん、流すためのと結構ねあの男性のメイクってやっぱ普段されないから<ー>普段の状態でだってメイクして撮ることってなかなかないじゃないですかやっぱ洗剤とか,なんかそういう状況になるんだっ確かにでも実際じゃあ男性のお客様も多いってことですよねうん、うん、男性はねカットとかが多いかなカッ,カットとパーマとか,か、うん、カラーとかそっちかな あこさん、そうです。よね。どちらかというと、あの美容師もやってるんで。はい、そうですよね。やられてますもんね。うん。それはまあ、代々木と、えっと、まあ、ご新規様、えっと、原宿でも。原宿でも。はい。あ。そうなんですね。ちなみに、歌は。今日ね、ビューティフル聞かせていただきましたけど、歌は。歌は。最近は。ちょっと空いてますね。20代の時は、まピンでもともとやってて、その後、まコーラスで。うん、ずっと。 都内中心にライブやったりとかして主人参加したりもしてたんですけどあの、まあ、いつもラビューティーチャンネルでうん、うん、あの休憩とラストですかね流させてもらってるジェーム・ストーさんの方も参加されてるっていうことであのコーラスでいつもジャケシャにいらっしゃるんですけどこちらこそありがとうございますすごいねセクシーな曲ばっかりでねっう,うんぴったりですえー、あとボディジュエリーっていうのは どういったものか、ちょっと教えてもらってもいいですかボディジュエリー、はい、あ、ボディジュエリーは多分ね、ご存知ない方は多分わからないですよねねあのね、体にアートするんです <laughs> タトゥーのラインストーンそうそうラインストーンです、キラキラするのがねをアートしていくんですけど、後で写真を用意してるんですけど うんブライダルだと花嫁さんのこの辺にやったりとか今流行ってますよね。あとお祭りとかでワンポイントこの辺にやったり。ああ、一、週間。ハッピー着てる方とかがハッピー、うんうん。うんハッピーって言うんですか。ハッピー。うん。そうですね。あこの前代々木公園のイベントでもブースが出てた。ブース？あボディジュエリーの。ああいう感じでなんかイベント行ったらみんなやりたいとかなるんですよね。そうですよね。肌露出する時期とか。シフゃんもう。 ねできますもんね。まああのねなんかね困ったら私に振るよって言ってただけで振られましたね <laughs>。私も実はできるんですボディジュエリー。ね。うんでもちょっとちょっと大変かななんかラメラメの扱いが大変ですよね。ね <laughs> めっちゃ汚れるから部屋。あそっか。本当？うん,うん。受けて下からちゃんと。受けてる受けてる。てるてるなんで飛ぶ？飛んじゃ本当？多分私は飛んでない。回数慣れてないからだと思う。<laughs> そういうことですか？<laughs> <laughs> そんなね専業でやってないからボディジュエリーは。うん。でもまあ。 あれもテクが大変ですよねなんかこう練習すればするほど上手くなるけどな繊細な花びらとか難しいですもんやっぱ確かにうん、ね、あこさんは結構もうね、あのー、普段からやられてるんですごい得意だと思いますけどあれも12週間とかでね取れるから気軽にできますもんねそうなんですよねなんかこう1回つけると落ちないから、うん、落ちないというか12週間で取れちゃうんですけど なんかこう本当ちょっとタトゥー感覚ですよねうん。多分女性で露出する方とかにはすごくおすすめだと思います、うん、夏とかいいと思います海行くからやってとかね、うん、いうお客さん去年いました今はヘアも、えー、ボディジュエリーも依頼すればできるってことなんですかあ、そうですあ、そうなんですねはい、ご予約いただければボディジュエリーも予約できるそうですはい、はい、あとはんあ、あら、えーっとはい 違ういや、えー、っとですね、バランスはもういってますよ。<花>あじゃあ、次のお写真も出していただいて、はいじゃあ、こちらのお写真ですね、バランスっていうことで、えー、こちらのお写真、これ、なんでしょう、このお花、レインボーですね。 綺麗じゃないですかめっちゃ綺麗。これ、どうやって作るんだろうえ、本物本物あー、すごいどうしたのんですかどうしたんですかこれね、はい。あ、あの、レインボーっていう名前で、あの、ヘアメイクの活動を今してるんですけど、社名で。はい。それを親に言わん、言ってなかったんだけど、親から去年、誕生日プレゼントに送られてきたの。すごくないえみたいな、知ってんのっていう。フィーリングすごいね。すごいね。なんか、テレパシー えーすごい <laughs> そ<う>お母さんめっちゃ清水ですねですいやお父さんなのか妹が選んだのかわかんないですけどお母さんはこれをったことを知ってるかどうかわかんないぐらいちょっとわかんないですけど、まあ、実家から来たって感じですへ <laughs>、うん、えー、すごいですねバランスバランスじゃないなレインボー <laughs> レインボーですね<う>レ,イレインボーはどうやってつけたんですか、うん、えっと、うん、まず3つあるんですけどうん、うん 一つが虹じゃないですか虹は雨が降った後に晴れたら出るはい出ます素敵だと思いますそんな時に頑張ろうって思えるヘアメイクの団体落ちるときはみんな落ちるんですよ落ちていいんですよなんかその時に無理しなくてよくてっていうのが一つ晴れた時に出るものってなんか素敵だなと。 そうですよね、うん、そういう思いがあってその団体名にレインボーとかっていうことなんですかねうちの事務所名というかはい、はい、そういう感じなんですけどじゃもともと虹とかそういったものが好きだったりとかかしたたんですか、うん、見た時に感じたものがそうだったっていう感じグやっぱね歌歌ってたぐらいだからすごい感受性とかフィーリングとかな <laughs> なのかなそういうい感覚みたいなのもやっぱ大事にされるんですかね。 うんなん直感です感 <laughs> あとなんかさうん、うん、単色じゃないからうん、うん、あもう一つ 2>, うん、うん、2個目ど、はいうん、どうううぞどうぞ,どうぞ <laughs> 2個目は <laughs> 単色ってこれは自分自身の問題なんだけど、はい、なんかね一つのものじゃなくてレインボーって何色もあって一つのものじゃないですか虹もそうだしこのお花もそうなんだけど。 何個もの、これも自分これも自分っていうたくさんの要素が自分、人ってあると思うんですもともとそれが一つになったものが自分だよっていう意味が二つ目あそういう意味があるんですねすいませんお写真も上げてもらって大丈夫ですあとは花言葉が無限の可能性なんですよ。無限の可能性、花言葉そう、なんんかかかね、あるじゃが何ととさ、愛情 無限の可能性知らなかった花言葉。そうレインボーがね、そうなんです。えー <laughs> うん、無限の可能、なんか可能性ってじ絶対あるじゃないですかみんな。そうですね。うん、うんうん。いいなと思って。じゃあ直感でつけた感じですね。そういうことです。<laughs> <laughs> 結構ラビューティーチャンネル出てくれるゲストの皆さんみんな直感大事にしますよね。そうなんだ。なんでなんだろう。 うん、私も結構直感大事にしますけど、うん、なんででしょうね。なんかいつの間にか直感とか感覚とか、なんかそういうのってなんかこう活動してたりとかすると、うん、なんか出てくる気がしますよね。うん、なんでだろうね。ねなんかその通りになったりとか思ってたことがなんかこう。現れたりとかまあ、そんな魔法みたいなことはないんですけど、やっぱなんか結構皆さんそういう直感って結構毎回聞くので、そうだね、まあ、女性は直感、うん？直 男性よりもまあ直感で反応するいうので多いのもあるけど、で,ねうん、でも意識してるんだと思う結局<感>する人は、うん、あ<ー>しない人はスルーしてると思う。でもなんかさ、たまになんていうのシンクロじゃないけどさ、うん、なんかこう数字とかさ、なんか,なんか数字？うん、夢とかさ、うん、なんかこうありません？なんかこう自分の直感のベースになるもの。直感のベース？数字？<laughs> 何 <laughs>？感覚だけ？ 私は実際こう目に見えてくるんですよなんか別に変なあの霊感とかないんですけどなんかこう目に見えてくるものみたいなのが、うん、なんか気になるなと思ったら、うん、なんかこうあこれかなみたいなのとかあでもあるかも、うん うんうん、あるかもあるかも。結構ねありますよねうんねあるあるある確かに <laughs> なんか不思議な <laughs> なんか不思議な感じがなんだろうねね、うん、まあそういうのもねやっぱ感性のお仕事されてるっていうことはすごくねやっぱ大事なんだと思うんですけど逆にその直感みたいなのを部屋に生かすこともやっぱあるんですかめめちゃめちゃゃありますね。す直感だらけかも <laughs>。 お客さんは、どういうふうにセットを言ってくるの、例えば、なんかこう、美容師、美容室だったらさ。うん、なんかこう、お写真、見て、やるじゃない、ど、どんな感じなんですか。うん、人によるんですけど、もともと何も。どうしてほしいっていうのがない人は、うんうん、まず聞き出してあげるんですよね。 どうしたいか何でもいいでで幅広すぎるじゃないですか例えばアップなのかダウンなのかハーフなのかだけでも違うしサイドなのかでも違うし巻きたいのか巻きたくないのかも違うしそこを聞き出してあげて提案してあげる感じですただ決まってる子はもうこれでって画像持ってきますねでも画像をどっちみち見た方うがやりたい感じのイメージは伝わりやすいですねお互い。ままああそううですよねん もう感覚感覚出ててあれがあれであーでーとか私もよくありますけどそこ, <laughs> そこの感覚が確かに <laughs> <laughs> そ,そこはないわうんそうですよね <laughs> ごめん感覚が皆さんもてたけどヘアメイクやるときはぜひあのお写真を持っていってください<笑><笑>お願いしますその方がわかりやすいはいじゃあちょっと次のお写真お願いしますなんか一気にリゾートな感じですけどなんでしょうこれ <laughs> 去年も去年去年ハワイだったよね 今回あれから香港行きましたね。香港しか行ってないけど。海外飛び回ってらっしゃってますよね。いや、行ってないんです。1回しか。うんうん、<laughs> 結局、<laughs> 行けてなくて。まあね、岡山とかには何回も行ってたんですけど。ご実家。実家含め、うんまあ、仕事をしたりとか。そう。香港。結 香港ってこんなイメージありますない。ないよね。香港ってあの夜景が綺麗なところでしょそうだよね。もちろんそこの写真出そうかと思ったんだけど結局ね、海を探しちゃったんです。あっち行っても。好きなんだろうね。海が好き。そう。あ、そうなんですね。水着着ます今も。今今どうだろう。あ、この時は時間がなさすぎて。はいはい。あの、とりあえず海だけ行きたいって言って、水ももともと持って行ってない。うん。 水着はでも着ます着た,たのはいつだろう個人的に聞きたいの私着ないからもう <laughs> ええー、着ようよやっぱり着る着る <laughs>、うん、いやみんな着てるよね着てるなんか恥ずかしくなっちゃってなんか、水着着るなんてね <laughs> 着る <laughs> 着ると着るんですね、うん、着るときは着る 海がね私どうもね苦手でねなんかね溺れたことあるからかなかな言うてたちょっと怖くてでもいいですねすごいリゾート気分でそうバランスっていうことでまああれですね結構メンタルコントロール結構意識してておすごいなんか普段のさ自分のメンタルの上がる位置ってみんなわかるじゃないですか自分が上がるところに行った方が絶対いい状態で人と。 お付き合いできるじゃないですかお客さん相手だしその中の一つって感じですねこれはンスを取るために旅行に行くとそう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 いうことやっぱ変わりますか旅行行くと変わる行かないとはやっぱ変わる何かやっぱプラスになりますよね私は海外が苦手なのでなんかそんな行ききれてないのでまあ 来年ぐらいはね海外チャレンジしたいなと思うんですけど私ね海外怖くてね <laughs> 大丈夫かな <laughs> 意<外>大丈夫かやね。<laughs> お写真上げてもらって大丈夫ですそうなんですよ次回どこ行きたいんですか次回どこ行こう近場だと台湾行ってみたいあ行ってないとこは行ってみたいよねうん,うんな何をメインに行くのなんか食べ物とかさ買い物とかいろいろあるじゃないですかうん何をメインにあ買い物はあんまり今 そんなに求めてないなんだろうそれも感覚その時の気分かなああ、やっぱね女は気分屋ですね気分屋だよねわかるわかる直感直感って言っていつもこう気分でねでも美味しいもの食べに行こうとかさよくありますよねまあ幸せですよね一番そういうね幸せな現地にねそれを食べに行ってそうなるほど 最近美味しかったところはどこでした美味しかったところうん。最近何食べたっけ何食べたっけちほ <laughs> <laughs> ちゃん何私私のことはいいんですよ。うん、今日はね。<laughs> あーこちゃんゲストだから、ね。<laughs> そんな私に振らないでそっかなんだろうな、うん、ちょっと待って手帳見ないと思い出すね昨日<あ>どこったじゃあもう時間ないんでじゃあ時間ないんでスルーしますあ長年の友人なんで <laughs> <laughs> そうそうそう <laughs> 実はねまあそれはちょっと後半にお話しするとしましてまあ今日ねあのこれからまあちょっと休憩の時間にあの曲流すんですけど先ほどお話しした通りジェムストーンさんっていうバンドにコーラス参加されていましてその曲をちょっと 流させていただきたいと思います。まあ毎回見てくださっている方は聞いたこともある方もねあるかと思います。はい。はい。ではじゃあここで一旦休憩となります、えー。ジェムストーンの朝も昼も夜もをお聞きください。どうぞ。

ムストーンの朝も昼も夜もでした。この番組は株式会社キャンインターネット放送 CWAVE7 階ブースから配信してお送りしております。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。千住アットマーク CWAVE.jp までメールしてください。さあ、後半も行きましょう。ということで、私は今、アコちゃんにセットをしてもらおうと思っております。 えー、ヘアメイクアップアーティストのあこさんが自分で簡単にできるヘアアレンジを実演してくださいますということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますえっとこれから夏場が来るので、はい、そして梅雨じゃないですかくせ毛の人は広がりますしほ、はい、ちゃんは、はい、多分広がらないかな <laughs> どちらかというと広がりたい <laughs> 広がりたい <laughs> そうだよね羨ましい <laughs> そういう方たちで結構 アップにしたい人が多いと思う、はい、自分でね、はい、うん。でまあ、サクッとできる感じをやってあげようかなと思います。お願いします。はい、お願いします。はます実は私たち、どれぐらいの付き合いでしたっけ。10年以上。だったけど10年以上だよね。ねあ、0年ぐらいか。そうです。私がクラブでまだイケイケだった頃に。<laughs> もともとはショップ店員だったからそこでの出会いでしたよねそうですねそこで最初お客さんだったんですけど、うん、私店長でめっちゃ派手なイケイケの姉ちゃんが来て「<laughs> なんだこの人は」ってなんかもうただのあるオーラを感じましたね<当>その時ねシンガーさんでバリバリ歌ってらっしゃいましたもんね <laughs> そう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  そうなんですよでもねあの、うん、クラブに遊びに行くタイプではないしもともとあれはお付き合いだったわだけなんですよだからこんなに派手な外見でもっと昔もっと派手だったんですけどめっちゃ中身がねピュアなのよ <laughs> ピュアだしね,ねなんかこうすごい本当ピュアねギャップがあるよね <laughs> 本当ですかうんちょっとトップ巻きますはいでサイドは下ろしてはい その人ができそうなアレンジやしないとね。ね私で,もできるようなやつがいないな。ね。うん、両サイドをちょっと残して、はい、どこを伝える。正面で映ってるのかない映ってます。はい。じゃあ上の方でハップとか難しいよね。できないじゃん。おすごい,どすごい。どうすごいんスプレーを振ってくれてたの。あ、めっちゃいけなかったの。<laughs> <laughs> 大丈夫だよ <laughs>。 えっと志保ちゃんが自分で巻いてくださっててはい、はい、大丈夫ですそうだよねスプレー振ったらやりづらいよね,ね、はい、ごめんなさい <laughs> 大丈夫です <laughs>、えー、で一つに結んでゴムを隠すみたいな感じでやりますねはいポニーテール状態そう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 ,うん大体夏場みんなするっしょしないポニーテールやっったことないいよちっちゃい頃あるな 本当ですかかなんかポニーテールってなんかなんか何かんだろうな今めっちゃ多いですよそうなのうん、夜の子もほぼそう、えー、ポニーテールでゴム隠す感じ、ね、こういう感じめっちゃ多いですへえー、あのこんな派手な感じはあんまりいないですね逆にポニーテールでちょっとくしゃっとした感じみたいな、えー、もうモリモリののとかいないのあのお姉さん夜のお姉さんんとかであ,あんまりいないですね昔に比べたらそうなんですややりりたたい子はやりたい と思うんですけど、うん、髪の毛傷んじゃいそうですよね。ね,<ー>ね、大変そう。全部逆毛ですからね。ね<ー>。ちょっとねこの辺映ってるかな。引っ張り出して,、はい、てルーズね。はい。後ろも映ってんの？後ろも映ってない？後ろ映ってないですね。うんうん、でサイドをねじって。はい。 自分がやるときは、はい、私がやるときはこういうやり方じゃなかったりするんだけど、うんうん、皆さんが自分でセルフでってなると、はい、この方がやりやすいのかなっていう感じのやり方やりますね。サイドねじります。はい、こんな感じです。見えてるのかな。はい、こっちもねじります。はい、ああ、それで結ぶやつ。そうそうそう。結、はい、そう。 今日は結ぼうかな。ゴム結ぶやつ。<laughs> そう。でこれをちょっとルーズにしていって。うん、すごい心配。私がねアップしない理由、なんかアップの方がいいよとか言われるんですけど、ね。<laughs> しない？なんか見たことない。顔がおもながだから、うん、アップにするとおもながになもっとなる気がするの。って思わないですか？どうですか？実際。ああ、なるほどね。そういう時にバランス取ればいいの。 バランス、ねね。ひし形にすればいいから、ここにボリュームを出すっていうか、広げるっていう感じに。するといいと思います。はい、ここら辺。こういう感じですね。はい、見てないから、わかんないよね。はい。ちょっとね、<laughs> 皆様に見えればいいと思います。後で復習しないと。いごめん。<laughs> 大丈夫です。ごめん。言ってみたかっただけです。これを多分。えっと。皆さんだと一度ゴムで。 ビニールゴムでまとめて、はい、からの方をやりやすいかなうんねじったやつをまとめて、うんはい、でそれをさらにねじって引き出しながら留めていくみたいな感じなんですけどうん だとちょっとかわいくなるかなって感じかな。まあただ一つに結ぶよりはっていう感じです。見えないよね。あ鏡使っていいですよ。あく使っても見えないよねでもね。いや多分後見えるかな。わかんない。目の動かし方がわかんない。こうか。目の動かし。あこれポニーテールなの。ポニーテールなんだこれで。そうローポニー。ローポニー。あのまあ高さもいろいろあるんですけど、もっと低めの。 がいい人もいるんだけど。中間ぐらいですね。すい幼い感じのポニーテールをさ私はイメージしてるわけですよ。ああ<ー>、そんなことないね。でしょ、うん、その崩した感じの今っぽい感じ。うん、ちょっとくしゃくしゃっとやりながら。はい。できるかな、自分で。できるできる、今ピン一本しか使ってません。<laughs> あ、ピン一本ですか。はい。 ちょっとスプレー振っとくか、はい。怖いよね。この瞬間怖いよね。<laughs> スプレー？そうそう。怖いですか？うん、いつもめっちゃ目つぶる。あははちゃんのポニーテールって見たアップあんまり見たことないかも。アップね。うん。アップやんないね。ね。多分なんかそう重なが重なが予防予防してるから。<laughs> 本当?なん年々さ。な年齢差。カチッとすると。最近私太ったのに。いやいや、顔だけ細いですよね顔。顔だけ細くなってるって言われて。凹 <laughs> んでるんです、最近。顔だけ細くなってるよって。<laughs> そうそうそう。<laughs> 年齢がおならになるらしい。ちょっとこっち。はい。あんこちゃん、ずっとロングだったのに、どうしてショートにしたんですか?。ああ、ね。 すごいゴージャスだったんですよ。そう、ゴージャスになりすぎちゃってそうそうゴージャスになり本当 <laughs> ねオーラ半端じゃないからいやいやいや今ぐらいの方があのすごい似合ってるんですけどなんかこうゴージャスすぎましたよね,ねそう、あのテーマは「普通」っていうふうに変えました3 0三十代で、まあ、30代ぐらいわかりますよね <laughs> 普通っていうテーマで生きようっていう、うん。いや前も普通と思ってやってたんですけどね。若い時ってみんなこう、ね。いやもう歩いてるだけでかなりこうオーラがあって。本当ですか。なんだあのド派手な人はっていつも思ってました。<laughs> 派手なの。私も派手だったんですけど、ね。だったよね。うん。あのお店が派手なお店だったですよね。しょちゃんが働いてた。今日ねお休みのちかちゃんもね働いてたお店ですね。あ、そっかそそそそそ。でもしょちゃんの。 ことしか知らなかった同じ時期じゃないのかうんチカちゃんはすぐやめちゃったかな,らな,なあなるほどだから合わなかったんですかね <laughs> えー、おもう終わりですね後ろ<ー>もうもともと巻いてあるだけのはい感じで、はい、どうなのどうなのこれいいのいいの私いいの大丈夫 <laughs> 大丈夫 <laughs> 可愛い,いですよね、うん、若,若くなった若くなったあれ若返ったこ <laughs> <laughs> っちもいてはいすごいよねやっぱりさヘアメイクさんとかってさ、うん、女性を綺麗にするじゃないうんうんやっぱさ自分じゃできないことやってくれないもんね <laughs> じもんね,ねじゃないとね女性はね私がいる意味がなくなるじゃないですかヘアメイクさんが <laughs> みんなができないことできないとね も幸せよね、それでさ自分の手で女の子が綺麗になるってさ、うん、男性でもそうだよねそれで喜んでくれたら嬉しいですよねうん,んこんな自分もあったんだ、うん、みたいなさそうそうそういつも知らない自分を見せてくれるのがやっぱプロの方だから、うん、本当ほんとすごいよねでも同じことはできないよね同じ化粧とかだしてき <laughs> <laughs> 別人 <laughs> 別人にさせるのがお仕事なんでそうなんですよなんでそんなに美容に目覚めちゃったんですかえなんか好きだったんです高校生入る前から自分でお化粧してた自分がやるならっていうのが結構基準だったかもうん私山ンバメイク時代だったんですけど、はい、あこちゃん山ンバメイクしました 遊びで遊びでやっぱやりたいやってたやってたやってた普段やってましたやってましたよ普段普段普段悪い悪くない悪い子だ流行ってたんだって流行ってたんだって東京東京その時は超顔黒かったからね私その時東京東京ですよだからですよ東京ですよあのねうちその時代岡山なんでね 流行ってるんだけどあんまりいないんですよ。そ,っかー <laughs> そういうこと、そういうことや。やったら結構浮いちゃう感じになっちゃうんですかね。あそこでやると。そうですよね。<laughs> なんかいろいろさやりたいことあるんだけどここでやると目立っちゃうみたいな、うん、ありますよね。顔は焼いてた顔は？顔っていうか体とか。あ常に。 そうね、焼いてますやっぱね焼いてましたよ今美白だもんね,い,ね <laughs> いや私黒いの好きですよ毎年海外行って黒くなってみたいな確かに黒い時あるめっちゃいつもそうそう今一番白い今時期がでこれから梅雨頃に夏に向けて1回ベースを作りに行って、うんうん、ベースを作る焼くってことですか、はい、あのちゃんと、うん、そう焼くってえー、っとね焼肉の 保湿をちゃんと日焼け止めに塗りながら焼くんです。はい、へー、すごいなあ。もう時間だよね。あ、大丈夫ですよ。とりあえず、じゃ、ちょっと喋っちゃおうかな。<laughs> はい。今ね、やってくださってます、うん。もう終わった。あ、本当?。あ、お見せ,お見せしちゃっていいの?。はい。見せてください。どう?。あ、ちょっとし、しほちゃんに先にお見せします。はい、これ、入ってください。ポ、はいはい、ニーテールなの、これ。 え、そうよ。かわいいハーフアップみたいハーフアップ見えるあ、後ろそんな風になってんのあ、ナチュラルナチュラル私そういうのやったことがあこういう感じです見えるかわいいかわいいなんかハーフアップに見えますねアップですしっかりこう上がってるちょっと後ろ向こうかな私そう、ぐるっとこれを後ろ向いたら抱っここういう感じここがあれですよねなんかこう結びくるんですよそうそう、ふわっとさせて横から持ってきて回ってもらって大丈夫です はい、あ逆,逆で回ってもらった方がいいかなこっち側もこういう感じちょっとクシュクシュってなってて自然じゃないですか自然ですね、うん、これやったことないですむしろ自分でできるかなっていうぐらいですけど夏だって暑いじゃんここそうですよねううんいいと思いますありがとうございます、えー、名付けるなら名付けるなら何ヘア、うん うん、ポニーテールアレンジかな。<laughs> <laughs> ふわっとアレンジしていただきました。あこさんありがとうございました。ありがとうございました。あま,したまあまたちょっとね巻き方とかはね詳しく SNS とかでお聞きして、うん、私の方があの Facebook ページにアップしたいと思います。 はい、はい、そうしましたら、えーま、すごくかわいいね、私、こういうのちょっと初めてかもね、いつもなんかね、ヘアメイクさん行くときはあの、ハーフアップにしてくださいって言うんですよ、ちょっとアップしたいんだけど、ちょっと残しておもなが隠したいみたいな心の表れで、ハーフアップするんですけど、いつもこんな感じになりますね、ちょっと謎、どうしてかしら、ありがとうございます。はい、じゃあ、次のお写真、お願いします。 次のキーワードに行きたいと思います。次のキーワードは変化。<お>あこさん、ありがとうございました。大丈夫ですか。変化ということで、キーワードをいただきました。はい、はい、変化とは。何でしょう、この写真。マイク切る大丈夫あの、そっちの。はい。大丈夫です。これは。 あ、これ明治神宮ですね。明治神宮。そう、うち近いんですけど。えっと、9月ぐらいから。毎月頭にね、あのお参りに行くことを始めたんですよ。ええ、なん、月商に。そう、なんで、なんで。成功者は神社に行くっていう本をちょっと、ちらっと見かけて。とりあえず真似てみようみたいな。おお、おお、おお、おお。そう、そう。お、一日参りっていうのかな。は。決めてるんだ。うん、あ、素敵ですね。 明治神が広いからすぐ行けるんだけどお散歩してで日頃の感謝とその月のお参りをして帰ってくるみたいなでも気がいいですよねやっぱりすっきりするなんか霊感あるとかそういうあれじゃないから気がなんとかってあんまりわかんないですけどやっぱり 気持ちいいなっていう、ありますよね。よし、今月も始まるぞみたいな。すごい。まあ、でも、そういうなんか、区切りっていうか、なんか必要ですよね。ね、心を浄化したい時あります。そうそうそう、浄化だよね。めっちゃ泣きたい日とか。浄化。ありますよね。あります。あります。 そっか、それもいいかもしれないですね。う,うん、それもあって、な、この辺に住もうって思ったのもあるんですよね。<laughs> あ、なるほどね。の、やっぱいい気が流れてるっていうのも、うん、もうちゃんとね、ね、うん、あの。 ある方から聞いたりとか、まあ、ある方も聞いたんですけどそこの不動産の人も言ってたんですよいい同じことを言って「うんここはいい日が流れてこう来てるからここの位置はすごくいいよ」とか二、うん、人とも言うんやったら、ね、風水とか気になる人、うん、あんまりなんない <laughs> なんないなんないんだなんないそこなんないんだ <laughs> <laughs> あんまりそこまで気にしてないかもああそうなんですね、うん、言われたらそう一応気にはするけどめっちゃ詳しくはないから気にしますうん、うん いや、私も風水はわかんないですけど、でもなんか日付とか、なんかなんかやる日とか、なんか決める日とかはこだわる。ああ、確かに。なんかまあ人それぞれ多分基準があると思うんですけど、うん、前半にあったようななんかこうメンタルコントロールですよね、うん、要するにね。うんうん、なんかそれでこう自分のなんかこうメンタルちょっと調整して、よし頑張ろうとか。うんうんうんうギリんうされてるような感じですか。 あ、そう,でね、そうです、そうです、そうです <laughs> <laughs> あ<ー> <laughs> なんかね、<う>皆さんもね、ちょっと基準を持っていただけたらね、ちょっとなんか変わるかもしれないっていうね,ね <laughs> ところがあります、うん、はい、じゃあちょっと次のお写真も続けてお願いしますこれね、えっと井上さん、この次に行っちゃってもらっていいですか四枚綴りのお写真でお願いしますはい、ありがとうございますこれがボディジュエリーですね、さっき言ってたこれ、皆さんお腹ですよ、わかりますかお腹 <laughs> マタニティだねそう、妊婦さんのマタニティボディジュエリーって、はい、すごいよね、私もやりたいマタニティボディジュエリーなったときはぜひぜひうん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 、やりたい男性の方も大きい方今いらっしゃいます。あ<ー>、<laughs> 必要ない <laughs> <laughs> 記念に記念に,記念に <laughs> 今何週とか <laughs> <laughs> すごい、これね、あのちょっと画面ちっちゃいからわかりづらいかもしれないんですけど <laughs> ウェルカムベイビーって書いてあります、うん、はい。でこれはお兄ちゃんなのかなお兄ちゃんがお腹触ってるのかな そうですねああ、素敵ですねすごいえなんかこうやっててさちょっと動くなとかあるんですかわかりますわかるなえー愛しいよねなんかこう筆で書くんですけどピクとかするんですよね動いたでもさ動いちゃったらさあのボディジュエリーってラメをこうやって落とすようなやつだから動いちゃったらなんかちょっとずれちゃったりとかたまにするそこまでじゃないそこまででもないかなけどポコポコ 動かないか、うん、です。動く人もいるのかもしれないですけどねうん、うん。最近はそのマタニティのお写真とかも多いと思うんですけど、増えました、うん、ボディジュエリーも。あたまにいますいます。でもこの時しかできないものだから、うん、記念になりますよね、うん、やっぱり。その一瞬ですもんねそ<う>本当にね。そうそう で,できるってことをやっぱ知らない人もまだいるからねこれからちょっとでも流行っていけばいいかなと思いますそうですねまあ大事なね一瞬をねうん、うん、こう綺麗にしてこうボディジュエリーとかでまたね飾ってね、うん、その一瞬を撮るっていうのは本当に記念になりますよねねうん、いや素敵ですいいいいボディジュエリーも依頼できるんで皆さんどうぞ依頼してみてください <laughs> 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 はいありがとうございます どうしようかなもう名言言っちゃおうかなっていうところなんですけど、じゃあ、ビューティーパワーウマの名言コーナーに行きたいと思います。大丈夫ですか行っちゃって。はい。はい。じゃあ、次の写真もお願いします。じゃあ、ちょっと私の方で読み上げますね。えー、ビューティーパワーウマの名言、毎回いただいてます。えー、今日の名言は、心で見なくちゃ。物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目には見えないんだよ。 っていうお言葉いただきました。あこさん、これははい。これ何ですかこれ。星の王子様のああ、知ってる知ってます有名な絵本そう。あ、何、何、何なんか見かけて、めっちゃ深いと思いませんこの言葉。まあね、確かにね。なんか、まあね。人それぞれいろいろ思い浮かぶと思うんですけど、ははいい。深いなって思ったのを覚えていて、結構悩んだんです、今回。はい。 名言的なものを気にしてるのは何個かあったからどれかなと思ったんだけどこれはちょっっとと深いなうん確かにお写真げててもら大丈夫で日本人ってさ目に見えるものを大事にすること習慣がついているというか本当に大事なものって見えないものだったりこれから先のことだったりね実は一番近い存在の人だったりとかさ。 ありますよね。でも、気づいてないみたいな。一番おろそかにしちゃいけないところをね、なんかこう甘えとか依存とか、なんかそういうので、こうね。こう、ちょっとおろそかにしちゃったりとか。ね、私もよくやります。ごめんなさい。やっぱ、なさると思います。なんか、そう、ついついさ、こう、忙しくなっちゃうと、もうテンパっちゃってさ、こう、なんか。そうなの。そうなの。一番ね、なんか、こう、一番身近な人に迷惑かけてるなっていつも思う。大事な。バタバタしてるとね、特にそういうのってあるから。うん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 。 そうですね。まあでも難しいよね肝心なことは目には見えないんだよって意識しないとさ、うっかりこう自分の世界にいると忘れちゃうじゃないうんなんかやっぱなんかそういうのって初心に帰らなきゃってやっぱ思う、ね、うん、うん、ですよね、うん、いつも思い出しますだからこれ素晴らしい星の王子様からです <laughs> あれあの本自体も超いい本だもんねねでもこれ,んこれがすごいなんか印象的だった全部見たわけじゃなくてなんかここうん、うん をパンと一部見た。うんうん、全部見ました全部見ました私。あ、そうなんだ。うん、でもなんでさ。結構深いものいっぱいあるよね。あるあるあるあ。<laughs> 結構あれね、みんなねこう哲学とか好きな人は多分読んでるよね。うん、あ、そうなんだ。今ちょっとなんで読んでるのかなと思ってちょっとドキッとしたぐらいなんですけど。<laughs> なんかね、読んだというか目に入ったのかな、なんかの記事で。うん まあちょっとね皆さんも詳しくは王子さんも読んでみてください <laughs> ね<れ>結構勉強になること書いてあるしね、うん、そうだなって納得いくことありますよね、うん、そうですよね、うん、はいありがとうございました今日の名言いただきましたはいじゃあ告知に移りたいと思いますあこさんじゃあ今日特典があるってことなんであこさんちょっとじゃあ特典教えていただいてもいいですかえっと美容師業と、はい、まあ、ヘアメイク業とかやってるんですけど、はい、うんご新規様とはい じゃあご紹介をしてくれた方と、はい、ご紹介でご予約をいただいた方はみんな500円オフで次回させていただくという感じでよろしいでしょうか。あ,ありがとうございます。え、紹介した人も, <laughs> 人もされた方も,たもおーありがたいですねあ <laughs> ーこさんのアカウントはどこで確認でできるんでしょうか、えー、アメブロもやってますしインスタもやってます。はい、はい フェイスブックも,、はい、も一応いろいろあるんですけど、うん、わかりました。シンガーアーコ、ね、シンガーじゃないや。ヘアメイクアーコとかで出てくるかな。ヘアメイクアーコ。でちょっと皆さん検索していただいて、ま詳しくはじゃあ私の方でフェイスブック載せさせていただきます。ありがとうございます。ちょっと覚えてないかも、はい、全部。詳しくはラビューティーチャンネルのフェイスブックページの方をご確認ください。よろしくお願いいたします。 まあね、今日なんかこう巻いてもらっちゃったからね、そろそろお時間になっちゃったんですけど。<laughs> <laughs> どうでした今日楽しかったですああもうなんかねありがとうございました緊張したけどなんか1年ぶりとは思えない本当ありがとうございます呼んでいただいてこちらこそありがとうございますまたぜひ来てくださいっていうこととまたちょっとねお仕事の方でもコラボできたらなと思いますのでそうですよねすごく活躍されてる方なんで皆さんぜひ歌とかあの活動とかぜひチェックしていただけたらと思いますよろしくお願いしますはいそれではですねそろそろねお時間になってまいりました はい。今年の、あ、今年じゃない、今日の放送はいかがでしたでしょうかえー、次回は第2月曜日6月11日、ラビューティーチャンネルビューティーパワーウーマン、この時間でお会いしましょう。皆様、どうぞご視聴ください。えー、この歌もね、アこコさんが参加しているジェームストーンですからね。はい。本日の放送はゲストヘアメイクアープアーティストのアこコさんをお呼びしました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、またねー。